レギオスウインガーはアドトランツで登場した非電閣艦などローカル線の快速、急行列車向けの車体傾斜式機動車である。レギオスウインガーは1998年にアドトランツがドイツブランデンブルク州のヘニングスドルーフで製造を開始し2001年にアドトランツを買収したボンバルディアトランスポーテーションに継承された。ドイツ鉄道の612系。 クロアチア鉄道の7123型が納入されている。612系機動車は2両1編成の単位で構成され、それぞれ5 6 0ット、カミンズエンジンを装備している。動力の伝達方式は液体式で、連結機は編成中4箇所に密着連結機が採用されている。ブレーキシステムは油圧式ブレーキと空気ブレーキ、電磁ブレーキを備えている。 車体傾斜装置さ同時の最大傾斜角度は8度である。ドイツのドイツ鉄道は612系機動車として導入、運用している。最初の編成は1998年に納入された。612系機動車に先行して製造された611系機動車は、車体傾斜システムに重大な問題があり、失敗とみなされた。612型では、 電気式車体傾斜システムは採用されることになったが、新設計のものが採用された。2004年、台車数箇所で、ひびが見つかった。安全上の理由から、車体傾斜システムの使用は停止され、使用線区では、速度が落とされダイヤに大きな影響を与えた。611系機動車も、車軸や車輪の交換を要し、2005年より612系、機動車は、 硬いモリブデ電製の車軸がに交換された。交換後は612型は、車体傾斜式車両の特性を活かし、ドイツ鉄道の非電化区間での速達列車の運用を担っている。ドレスデン・ニュルンベルク間では、2001年に導入された、車体傾斜式の i s t d が重大なトラブルの発生で運用を中断した2003年に、 アイスト層の612型によるインターシティに置き換えられた。その後、地域間快速、インターレギオナルエクスプレスとして612型は継続して運行されている。クロアチア鉄道7123型クロアチアでは、クロアチア鉄道が7123型として、ザグレブスプリト間を結ぶインターシティナジェブニーに導入している。二千九年七月十四日に、 クロアチア鉄道で使われている、イクンが脱線を起こし、死者6名負傷者55名が発生している。ありがとうございます。